元祖麻婆チャンネルです。本日は都城市は高城町の総合運動公園のグラウンドにやってまいりました。こちらにですね、栃木からお見えの栃木サッカーチーム、はい、栃木 SC サッカー、はい、メンバーはどのくらいいらっしゃるんですか？選手は25人、はい、それのマネージャーをしてくださってます、はい、岩上さんです。これから選手の皆さん方の練習風景をですね、はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい。どういったサッカーのチームなんでしょうか？ですね、はい、今 J3 リーグという、はい、戦っていて、はい、で去年ちょっと悔しくて2位でちょっと J2 には上がれなかったんですけど、今年はもう J2 目指して優勝目指して頑張っていくところです、はい、その模様をですねお届けさせていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、はい。美味しいんですよね。美味しい。すいません。美味しいから食べて最高の笑顔いただきました。いやいや、ありがとうございます。もう部屋の中は匂いがすごかったんで、みんな泣いてますよ。はい、はい、トキッサーとったら、トキッサーして、はい、はい、どうぞ、反対してください。あと、やめろ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 、やめまだ今 J3、 J3、 去年も J3 で、J3 やって、で結局ずっと1位できちゃったんやけど、うん、最後の最後の入れ替え戦で負けたのよ。あ、で J3 上がるところで上がれなかった、上がれんかったのよ。でたまたまここに来てる金沢とまた入れ替え戦やった、うん、金沢と入れ替え戦、入れ替え戦で結局金沢が勝って、金沢が J2 に残って、はい、またま、もう栃木は結局また J3 になった状態、上がれんかったしか。でも倉さんと中井の選手いっぱいあったでしょ、栃木で。いや、長井選手だからもう長井選手で、その広瀬キャプテン、キャプテン、はい、と、はい、あの、はいはい、菅選手、はい、が結構長いので、してもう6年になるやろ、高城に来て6年ですよ、6年ですね、6年になるから結構知ってるかな。 LINE もしてるんでしょ。 LINE もしょね。まあ、ほんと、まあ、元 J2 の方も今たくさん来てますよね、うん、今新しくいられて、まあ、戦力はアップして、うん、まあ、今次 J2 目指そうと頑張ってそうやね。今度はね、もう J2 に上がってもらうと、結局2年 J3 やったわけやから、はい、
ですね。やっぱりね、J3 と J2 じゃ全然違うもんね。ぜひもう頑張って上がってほしいですね。毎年も6年来て、次並ぶそう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 、やっぱ高城でほらね、はい、炊き出しでおもてなしやらしてもらっちゃっちゃうから頑張ってもらってかもね。いやいやいや、僕らはやれることだけですけど、だあのあのここで来ていただいてですよ、うん、試合とか見るって勝ってほしいですよね。うん、やっぱり煩悩がつくわね、はい、うん、結構ね、選手たちもね、あのこうな人懐っこいっていうか、うん、結構あの声をかけてくれるのよね。こっちなみこマスコットなんですか？名前トッキー、トッキー、トッキー、栃木の、はい、栃木のトッキー、トッキーっていうことなんじゃない？あ、好きなもの餃子、とっちょと餃子まあ宇都宮やから餃子やわね。いい選手来てますんで、またあの見ていただければ。そうやね、うん、これこのまたこの中から結構ほらあのね、良くなればまた代表選手になったりする選手も出てくるやろうから、うんうんうん、はい、ああ高城のあのキャンプに来てたね選手が代表になってるっていうこともある可能性があるから、やっぱほらそういうね、割とあの J3 ぐらいの時から見てた人たちが代表に行くとやっぱ嬉しいよね。今日の試合は、うん、栃木対どこでしたっけ？あれはあのほら宮崎のテゲバジャロー、テゲバジャローね、テゲバジャロー宮崎、テゲバジャロー宮崎の試合、三試合するみたいですね。三試合やね、はい、なんか45分の3本って聞いたよね、はい、体力があるんやろか。僕ら見てるだけなんで、はい、じゃあ応援したきゃと思います。じゃあ以上です。皆さんぜひ立ち寄りください。どうですか、はい、どうぞ、竹出しの動画どうしたらいいですか、はい、美味しいですって、はい、面白い、ありがとうございます、面白いうわ、ダーゴ海やカンパニアいただいてます。美味しい、なんすか、豚汁ありがとうございます。これで疲れた体も回復しますよ。ありがとうございます、ありがとうございました、いただきます、ありがとうございます。美味しいです、ありがとうございます、よかった。俺めっちゃ変更しちゃったよ。もう一回取ってください俺。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。いただいてます。マッキー笑顔。美味しいです。動画だって、うん、え？これ食べてる。面白い。はい、はい、どうもね。よし。Thank you.
ありがとうございます。おー、ちょっとやな。どうぞ、買ってください。やべ、やりました。いいよ、どうぞ。はいはい、はい、あ、こっち、はい、ちょっと、はい、端、はい、端、端、何本、2本、全然飛んでいいよ、最高だ。ドライブスルー、ドライブスルー、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ネギ、それ、もしネギ、ありがとうございます。ネギネギが、あぶる。あ、自信あります。はい、はい、はい、あいつの方は契約がなしになる。じゃあ、情報ちょうだい。ただ漏れるもない。かわさない。去年今年はあの感じですよね。あ、あのこんなに入れなっちゃうと。4ドラン。すいません。4ドラン。どこへ。あら、もう終わったな。よし。そのパワーなくなってる。はい、もう乾杯。何でやるの？ここ、こっちの方に。ああ、早い。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。こんな大きいやれば。そうです。ね、もうこれで。あ、列車の、列車の管理室の列車の状態なんですけど。おお。すいません、すいません。今回はですね、はい、昨年まではずっと歓迎です。呼ばれてたんですけど、はい、今回から我々は呼ばれないんですよ。はい、すいません。はい、今までずっと。あ、なくなかったんだ。いや、女子だから女子ピアピアルコじゃん。ピアルコじゃん。高いよ。いない人、元気良かったね。さっき飲んで元気良かったね。いただきます。はい、はい、どうぞ。どうですか、美味しいですか。美味しいです。ごめんなさい、カメラちょっと大きいですか。あー、大丈夫、大丈夫です。次こそは J2 に。はい、はい、もちろんです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。明日も行きます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいです。いい、ここは置いとけば明日が食べるから、これ持って帰って。宮古の城来られてもう6年、6回目ということで、はい、なんか一言カメラでお願いいたします。はい、
いつもすごいいいグラウンドでいい環境でやらせて合宿をやらせていただいて本当に感謝しています。今日は豚汁までいただいてとてもありがたく思っています。ぜひこの恩に報いるためにも今年結果出したいと思って頑張っています。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、いえ、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。したした今から、14日、21日まで栃木に次はもう J2 というふうに考えて頑張っていただきたいと思います。はい。はい、なんか一言よろしくお願いします。素敵な素晴らしい環境を整えてくださってありがとうございます。選手たちも21日まで宮本城さんで体を動かしてまた。頑張ってください。はい、ありがとうございました。マネージャー、はい、お仕事としては皆さん方のチームの いろんなことを仕事されてるんですけど、はい、どういったことをされてるんですか？私は、はい、チームの中で広報など、はい、例えば SNS で選手の様子を発信したりとか、はい、そういう仕事してます。あー、炊き出しを食べていただきましたか？はい、いただきました。味の方はどうだったでしょうか？すごい美味しかったです。 ありがとうございます。はい、もうこの高城町のですね商工会婦人部並びに関係者の方々朝早く送ってですね、はい、皆さん方のために一生懸命作らさせていただきました。はい、本当その言葉をいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。それじゃあ私もですね、はい、この麻婆チャンネル元祖麻婆チャンネルで広報をさせていただきます。はい、はい、皆さん方はどうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら。